このツボの意味が分かんなくて、ストリームの、ガイドを見てきました。で、とどうもこのツボは、背景の色が関係してるというところらしくて、全然その発想がなかったですね。ツボごとに、このツボに入ったらこの背景の色のところにワープするっていうのが決まってるだけみたいです。この緑のやつは青い部屋にワープするツボ、これは逆に、赤い部屋にワープするツボっていう、ただそれだけの意味があるらしいです。で、とはいえ赤い部屋とか青い部屋というのもたくさんあるので、例えばこれ今赤い部屋なんですけど、ここも赤い部屋なんですよ。で、ここでもこれはリンクしてて、それぞれの赤い色の部屋の中で最後にこの壺を使った部屋に、さっきのこれですよね、この壺は赤い部屋に、移動しろっていう壺なんですけど、この壺の移動先の部屋がどこになるかっていうと、最後に赤い部屋側で一番最後にこの釜を、大釜らしいです。これ壺壺って言ってたんですか、まあどっちでもいいか、最後赤い部屋で一番最後に使った部屋に飛ぶということらしいので、ということだそうです。なので、例えばこれって青い部屋にワープするツボなんですけど、これを青い部屋に持ってっちゃうと、同じところを青い部屋に入るツボなんで、青い部屋から同じツボから出てくるだけっていう風になるらしいよ。で、さっきの多分白いネバネバの空間に行ったのは、対応する色がなくなった状態になったからなのではないかなとなんとなく思うんですけど、それを再現することはかなり辛いですね。で、これが今、鍵を取りましたよっていうところまでやった状態ですね。ただそれ以外のステージのヒントとかは何も見てないので、ここからさらに考えようと。ただ釜の挙動が分かったことはでかいと思う。そのリンクが切れたとか、いろいろ数回にわたっていろんな推測をしてきたんですけど、どれも外れ背景の色で緑、だから緑のモヤモヤのやつはとにかく青い部屋に飛ぶのね、という状況で、ね、あとこの背景の色は、同じ箱、その部屋の箱から入るときは必ず同じ色になるみたいです。なんでこれはもう青い部屋、ずっと青い部屋続き、こっちサイドに行くとずっと赤い部屋が続く、なるほどですね、となった時によ、これは青いところに行くツボでしょ。結局ずっと分かんなかったここなんですよね。ここに鍵を開けて、さらにどうやってツボから脱出するか。赤い部屋でしょ。で、ポットにすると、赤い部屋が維持されてるんじゃないか。だからこの部屋でこのポットに入っても赤い部屋になってるんだと思うんですよね。つまりこのポットは赤い部屋に行きます。ですよね。で、これは青い部屋に戻れます。という状態で、このポットは、では赤い部屋に絶対置いとかないといけないのよ。このポットをここ経由で青い部屋に取り出してきて、取り
出してきて、でこれでここに入ると、ここは赤い部屋になってるんじゃないかな。青い部屋だって。あ、じゃあ積んだね。積んだ理由は、そうか、青い部屋になっちゃうのか。ここでこれに入っても、ここから出てくるだけでしょ。そうだよね。ってことはいかんぞ。鍵もロストしちゃった。ってことはいかんのよ。これ失敗ですね。この状態で青い部屋と、ほらね、青い部屋から赤い部屋に行ければ勝ちってことは、ポットをこっちに持ってくる必要はなかったのでは。そうか、なんかてっきりポットは入った時の状況が、維持キープされるから部屋の背景の色も同じになるんだろうなと思ってたけど、そうではないみたい。壺を使いたいのであれば、赤い部屋だからこっちサイドで使うべきだよね。なんで鍵をこっちに持ってきて、鍵を持ってきて、鍵がある状態のポットを作り出しました。でこのポットの中に、このポットの中にこれを入れたら青い部屋に行けなくなるんだよね。青い部屋には行けなくなるんだよね。手順が違うのかな。ポットすら中に入れとくのかな。この中に青いポットを入れといて、いや、それだとこれリンク先がなくなるんじゃないの。こっちの世界にこれを持ってきて、かつ、あ、わかったわかった、ちょっと待てよ。かつ、こっちじゃねえ。これ積んだのか。ちょっと待てよ。鍵は置いといて、なんかわかった気がするな。出る。この箱がまたいるんだわ。この箱が。から、この箱か、これだ。この箱経由でこれに行けるようにはしとくんよ。これ赤い部屋だもんね。置いといて、これでこの箱に入れば緑のそこに入ることができる状態だけど、あれ、緑の壺は青いところに行くんだよね。だってこっち側から入っちゃうと、違うな、こっち側から入りに行くと青い世界の青い壺になっちゃうんだよな。
これって同じところに出るだけだよね。だよね。こっちからなければいけない。ここで扉を開け、壺があり、これ青い世界なんだよな。だからこの壺だったら持ってって向こう側でアクセスすることができる。この壺を中に入れて、赤い世界から壺に入る。こっちの世界から赤い世界に行く方法は壺経由しかない。だから壺を先に落としてはいけないのだ。赤い世界にいます。箱に入ろうが、ポット感はそれぞれの世界ごとの最後にアクセスしたポあの壺から出てくることができます。ってことは石を取って、別にここの世界から戻らなくても石を取ってそこから出てくることができればいいです。でこの世界はポットにしとけば状況は残すことができます。ちょっと待って、分かんねえな。これを青い世界で作って、青い世界でこれに入ってもだ、意味がないでしょ。同じようにこの壺の入れ替えをしても意味がないでしょ。これは本当に赤い世界で使わないと意味がないんだから、これが赤い世界に、これが赤い世界にあると意味がある。これがここにあると意味があるんだけど、意味をなすためには青い世界からアクセスしないといけなくて、青い世界はこれを入らないとアクセスできないんだよね。あれ、ずっと同じところで詰まってますね。青と赤の行き来をポットを使わないで行く方法っていうのがないので何が困るかっていうと、ここなんだよな。ここの世界で右下に落としちゃったらそこから入ることができないんだけど、なんとかしてそこから出てくることをしたいってことは、ってことは何なのさ。ポットを使わずに違う色の世界からワープしたいんだけど、壺にしても赤い世界でしょこれ。赤い世界の壺だけど青い世界で開けると青い壺になるので、そこは状況を反映しません。だからここに壺を置いてあって、
使う？ポットをどうやって使いますか？世界に行くポット、開ける開ける右側で落とさずにポットにする、これを青い世界で世界だからこっちにはないのよな。赤い世界なんて何もない。状況でこれでアクセスできないのがどうしても辛いな。これがで赤い世界に行く方法が今ないんだよな。ポットがここに、この中にある壺に入らないと赤い世界には行けなくなってる。めっちゃむずない？何これ、めたくそむずいやんけ。どうすればいいのだ。青い世界、赤い世界に行く方法はもうない。ないわけではないんだよな。これをあの例の鍵部屋に置いてくれば赤い世界の行き来はまた可能になる。鍵部屋ここに置いとく。これで入ってるなあ。そうだよな、今のたった一つしかない緑色の壺が赤い部屋から消えたからバグったってことだよね。うそ、この壺のギミックを理解してもなお解けない難しさなのか私の頭では。ここの初手で間違ってるってことあるかな。結構やり直しが効くからね。
ではいつも通り。でこれが大問題、大問題。てかこれさえ解ければあとはどうとでもできちゃうんだよな。ゴールの扉は別に石1個あれば、石が1個あるだけでクリアだから、この箱はなんか出口側の釜に置いとくだけで終わりなんだもん。これの中に入るか、これの中に石を直接、いやーこれの位置変えたところでな、宝箱の中やから置いてきたもの消えんねんな。どうせ他のものを全部一旦こっちに退避して、ゴール部屋からもういろいろやる。これなんだっけ、ゴール部屋であといろいろなんかする。ここの青い部屋に石を持ってくれば勝つ。でそれをやるにはここなんですよね。これなんだよな、この右下の石部屋に青い部屋からこのポットからこう出てくるようにやってくる。なんだけど今赤い部屋で青い部屋に行くためにはこのポットが必要で、ダメだな。そこの矛盾はずっと解けないから、このゲームを今解けてないんだよね。分かってる。でそれをなんとかしたいのがこのポットの一時保存機能なんだけど、壁の色は保存されません。だから青い部屋と赤い部屋をこれ行き来したところで意味がない。本当なのかな、本当なのかな。ってことはどういうことだよ。分かってないよな。緑のもやのこの壺は青いとこ行きで、こっちの壺は赤い部屋に行くで、緑のポットはこれを使えばどっちの部屋からでも緑の部屋は拾うことができるけど、部屋の色は変わらない。これがここにあったら嬉しい気もしないでもないんだよね。ここ経由で、今は赤い部屋だけどここに入ることでポットがあって、そこから下の石の世界に抜けることができたら嬉しいんだけど、同じ色の世界だとそれは実現できない。何か盲点があるんだろうな。そんなことかみたいな回答なんだろうけど、全く今ダメ。今は全くひらめいてない。自分の録画を見ててもね、なんでそれひらめかないのみたいなの多々あるんですけどね。完全にゲームに集中できればいいんですけど、お盆シーズンでいろいろあるので、いろいろ気がかりなんですよね、今。赤い部屋にいろいろ、赤い部屋のポットの中にいろんなものを入れて、ポットを作ったポットで逆サイドに行って。
っち側から緑のモヤモヤを落としたらこっちに来れないんだな。落としたら来れない。落とさずに、あれ、ここの箱、ああそっか、この部屋に入っちゃうとあの部屋箱は抜け出せんのか。この箱経由で緑のモヤモヤの方を取れる。緑のモヤモヤは青い部屋に来たがるから青い部屋に置いてても意味がない。青い部屋から緑のモヤを取ってもいいことはない。赤い部屋、マジでわかんないな。赤い部屋からは出れないってことは青い部屋にあるポットにたどり着けない。どういう考え方をすればいいんだろう。今のこのポットの片方の部屋から片方の部屋に移動って考えてる限りはなんかできる感じがしないんですよね。できる感じがしないんですよ。以外であの石を救うことができる。普通の宝箱を落としても入れてないからね。そこに行ってくるができるのはポット落とすしかないんだけど、落としたポットから出る方法が全くないんだよな。落としたポットから出る方法が全くないんだよな。赤い部屋にはこれ。青い部屋になったんで、これはアクセスできなくなった。これを赤い部屋に持ってくことなんてできないんだよな。
ないし意味がない。これは赤い部屋にしか行けない。状態でなぜこっちの部屋に飛んできた？それ使えるのかな？する赤い部屋の最後にこの部屋を使ってればこの部屋にワープしてくる。でも右下に飛んでくるってことないよね。最後にこれを使ったことになる。で、これで開けることができ、かつ緑のポットを青い側に出てきて、青い側からこれに入ると緑のポットが取れて、で緑のポットが取れた状態で緑のポットを手に取ってここに入ると、あの赤い部屋、鍵の開いた赤い部屋に出ることができるかどうかをやろうとしています。開けるでしょう。で、これをここに入れます、出ます、あ違う、入ります、ここ入ります、これが取れた状態でこれに入ると、ここに来て戻れます。あ、なん意味のあることしてるかこれ。戻ってくるけど、え、なんか意味があることをしていなかったな。戻ってくるけど、これ赤い世界だもんね。
この状態のポットがあったところで、あ、ポットがあって、ん、ここに緑があって、ポットがあって、緑がここから取れて、緑を取ってどうする？緑は落としたいんだよ、下に。なんかひらめいたようで全然同じことを繰り返してるだけだな。ポットがあって、これ持って向こうに行って、これ赤い部屋に行きたいんでしょ。で、赤い部屋に今行けなくなりました。緑もない。緑は、あれ、緑どこにあるんだっけ？緑はここにあるのか。なんか鍵も使っちゃったしな、もう。あ、これが、これが生きてる。鍵が開いてる部屋。で、使うと赤いところに行くんだけど、今赤い部屋にこれがないので、これをここに入れ、これって赤い部屋にある扱いになるのかな。一応この箱自体は赤い部屋にもならない気がするんですよね。ならない気がするんだな。ああ、間違えてる。青い部屋からこれ入ったって青い部屋のままだ。間違えた。あれを落としちゃったのがしくったのか。ああ、で、しかもポットから出てきちゃった。もう消えた。消えたな。ダメだ、ちょっと今解けないね。全然解けないな。マジでかっていうぐらい解放がないわ。マジでか。ポットか、ポットかがな。ポットかをどうしたいの、どうしたいのかの方針がただね。これをしたら解けますの道なりができない。ここでやってんの同じようなことやれたらいいんだけどね。やれんのか。片道になってんのが分かりづらくなってんのよな。同じことできんのかな。箱から入って置いてきて、同じことじゃないの、同じことやってんじゃないの、同じことをやるんじゃないのかな。鍵部屋の代わりに、違うな、鍵の部屋の代わりにこれを使って、でこの部屋で今のやり取りできないのかな。あ、でもあれか、この部屋の箱が一つしかないんだ。あ、いや、ポットがあるじゃん。一回ポット化すればこの部屋が複製できるってことは、この部屋が複製できるっていうことはどういうことなのだ。部屋に、この箱に緑色を持ってきて落とすまでは多分もうそのままなんだと思うんです。
で、青い、ちょっと待って、ごめん、ここでやったことを思い出せ。青い部屋で、ここのこの手順はヒントになるはずなんだ。同じ箱を2つ用意します。それぞれの世界に箱を用意します。赤い部屋に入る、そこから箱を経由、青い部屋で箱に入る、赤い部屋で箱に入ってワープして青い部屋に入ると、これができて、青い部屋を抜け移動し、こうなる。これを、これと同じことをあっちでやれないのか。赤い部屋から入り、移動し、青い部屋から箱を落とす。赤い部屋から入り、これでしょ。これのなんか中にあるバージョン、鍵でも置いとくか。鍵より箱が欲しいのかな。最初に入るのはポットでいい気がする。ポットがあって、そこに箱持って入って、ダメだな、頭がもう死んでるな。この中に入って、入った先で移動して、移動先で、また同じ箱に入って、この箱からあの緑のを落とす。で、戻って、どっちがいい？こっちで悪いことにはならん。戻って箱に入ると、どうなるのだ。あのポッ、どうなるのだ。これであっちから出れるか。あ、出た。やっぱ同じことやればよかったんだわ。なんや。でゴールが、はあ。ちゃんと考えよう。ちゃんと考えてできました。やりましたって言ってるけど、今言葉で説明できないんですよ。今自分が何をやったのかを言葉で説明できるのですよ。ちょっともう一回だけおさらいさせて。ポットかは単純にこの箱を2つ作るだけのためだけにあったのであって、それ以上の意味は持ってなかったのか。何をやったかっていうと、共通の部屋にまず赤い側から入り、移動し、共通の部屋に青い側から入ると、このポットがあって、箱を抜けてもう一回移動すれば同じ色のあっち側から出てくる。やっていた。赤い側の世界から
からポットを持って入り、他にもいろいろいりそうな気がする。これはいるよな。これは青い世界に必要だから。赤い世界から共通の世界に箱で入り、この世界からこれを使ってワープし、あれ合ってるっけ。でこの世界から箱に入るとこっちの世界に入ると、でこの世界でこれを下に下ろすことができるので、これ鍵を間違えたんじゃないか。鍵を取って開けてこれを入れることができました。ポットが青い世界であそこに回って戻って赤い世界に移動し、することで赤い世界に移動することでもう右下から出る。たったこれだけなんですけどね、たったこれだけに50分以上、1時間、多分トータル1時間半ぐらいかかったことになります。ネットワーク強敵やったな。その壺の、まず壺の意味を調べないとクリアできなかったっていうところもあるし、意味が分かった上で追加で50分かかったということです。強敵でした。